皆さんこんにちは、滝本美織です。オフは何をして過ごすことですか？オフは外に出かけたりもしますし、お家でゴロゴロするのも好きですね。よく出かけるところとか特に決まってないですけど、最近なんか森林浴とか友達としに行ったりとか、してます。もし1ヶ月ぐらい夏休みもらえたら、やってみたいこととか行ってみたいところってありますか？イタリアの青の洞窟に行ってみたいです。テレビで見てすごい綺麗なとこだなと思って、あとはマリンスポーツとかしたいですね。夏ならではのことをしたいですね。